22チームが参加した剣道の女子団体。優勝校がインターハイに出場できます。決勝に進んだのは6年ぶりに春の全国選抜に出場し勢いのある長崎日大と、その全国選抜準優勝の島原の先鋒は長崎東との準決勝で代表戦を制したキャプテン山田です。対するは長崎日大2年の西山。開始3分40秒でした。西山が狙いすました胴で一本勝ちを収め、長崎日大が先制します。リードされた島原の次鋒は副キャプテンの中山。キャプテンが取られたからにはもう自分3年生がやるしかないっていう強い気持ちで、もう死に物狂いで集中して戦ってきました。スタンドから母智美さんも固唾を飲んで見守る中、華麗に1本を決めると、2本目を決め流れを手繰り寄せます。続く中堅の時村も鮮やかに面を2本決め、引き分け以上で優勝が決まる副将戦。島原が2年連続19回目の優勝を勝ち取りました。選抜の決勝で敗れた全員で味わった悔しさを必ず晴らすためにも、必ずインターハイで優勝します。